また白の兄弟が道を伏せ、侵入者は殺す。また白の兄弟が白く様の仰せのままに。
先には行かせないぞっていう雰囲気ですね。
看板には「目に見えるものだけに頼るべからず」と書かれている。近くの壁を調べてみてください。なんと壁に隠し扉が。看板に書かれたメッセージはこのことを示していたのだろうか。頑張って。隠し扉だ。やはり看板のメッセージは
隠し扉の存在を示しているらしい。この先も隠し扉がないか探してみよう。扉を見つけた。侵入者を惑わせるには十分な作りだ。
また隠し扉だ。この階には一体いくつの隠し扉があるのだろうか。という誰かの悲鳴に振り向くと、そこには白の教団員が立っていた。白の教団員はもう嫌だと言いながら君たちに向かって武器を構えた。つかない足取りで去っていった。ラッキーですね。勝ちましょう。
なところにまで隠し扉が。この仕掛けを作った人物は相当根性が曲がっているに違いない。案の定、ここも隠し扉だ。さっさと通り抜けよう。白の教団員が君たちの前に立ちはだかった。我ら白の教団こそが世界の平和を。教団員はいきなり君たちに挑みかかってきた。白の教団員は世界の平和は私がとつぶやきながらふらふらとどこかへ行ってしまった。壁も隠し扉だ。これまでいくつの隠し扉を見つけただろう。そろそろ終わりだといいのだが、この先からただならぬ気配が漂っている。入念に準備してから進むといいだろう。この先に進むとセーブ機能が使えなくなります。ご注意を。